皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、レッスン金額を上げることができない先生のためのお金のマインドブロックを外す思考法についてお話をしていきたいと思います。レッスン金額ですね、単価というか、コースレッスンであろうと、単発レッスンであろうと設定している方いらっしゃるわけですけれども、売上を上げたいというふうに考えた場合に、いろいろ方法はあるわけですよね。まず一つ目がレッスン単価を上げる。これで売上が上がったりする方法が一つですね。あとは、来る人の人数を増やすということですね。例えば今10人来ているところを、30人に増やすとか、そういう人数そのものを増やすということです。単価は上げないで。で、3つ目は来てくれている10人の人をもう1回来てもらうっていうリピート率を上げるっていう、大体この3つが通常施策として考えられるわけなんですけれども、その中でも即効性があってインパクトがあるのはやはりレッスン単価を上げるっていうのはその瞬間に売上が上がることになりますのでね、非常に有効な方法ではあるんです。ただ同時に、私がこの提案をすると、教室の先生ないしはすでに授業をやっている方からとても強烈な抵抗を受ける部分があるのもこの領域なんですよね。だから今日お話しするお話は、授業をさらに拡大していきたい、伸ばしていきたいっていう場合には、どうしても内容に応じてですけれどもね、ふさわしい、正しいような内容でレッスンを行っている先生においてはやはりレッスン金額を上げていくっていうことをどこかでしないと続けていくことができないケースがあります。趣味化している教室であれば問題ないんですけれども、授業としてやっていく場合に例えばご自身が何かをさらに学びたい、その知識を使ってさらにレッスンを充実させたいっていうとすでにそこでもう投資してしまっているわけですよね。ですからその投資をした金額もレッスンの金額に本来は入ってくるべきものだったりするんですよね。だけれども例えば極端な話とある有名な聖火学校とかに通って、年間300万とか400万を使ったとします。それでも値段は別にそんなに高くないっていう先生もいますよね。だからそれは楽しかったからいいんですって言われればそうなんですけれども、そういった技術と知識を学んだものを含めてレッスンを組み立てようと思って習いに行ったのであれば、やはりそれ相応のレッスン金額を設定しなくてはいけない。その時に、マインドの方ですね、思考のブロックがあるとどうしてもそこを乗り越えられないので、今日はお金のマインドブロックを外す思考法、ここを特に中心にお話をしていきたいと思います。まずですね、私は、教室授業をやったのはガンガン会社員をやった後教室授業をやってます。主婦からの起業ではないんですね。だから、会社員の正社員でいただいてたお給料から教室業に転換した場合に、ものすごく金額が下がりました。その時はもちろん分かってやってはいるんです。だけれどもそれぐらい、業界とか内容とかが変われば、いただけるべき単価みたいな業界常識っていうんでしょうか、そういうのがあるので安くなってしまうっていうところが、基本お料理とかパンお菓子業界の、習わしなんですね。でむやみに高くしろっていうふうに言っているわけではありません。必要な人にとってはその金額だったとしても価値があってかつ喜んでもらえて来る人がいるということももう一方で見逃せない事実でもあります。なのでどういう戦略で、事業を組み立てていきたいかっていうことにおいて、例えば薄利多売っていう言い方はちょっと、言葉は悪いですけども、廉価にすることによって多量の人数を受け入れてそれで回すってやり方だってもちろんありですし、高単価で価値あるもので人数少なめで回すっていうやり方もありますし、そこにどの道リピートが入ってくると、人数が多い、低い金額でも人数が多い形でやってる方が、結果としてはもしかしたらリピートっていうことを考えたら金額は上がるかもしれませんけれども、特に先生業の場合には体が疲弊します。現実問題体力がないといってかなり睡眠不足で、通常のレッスンをこなしている先生も多いのを知っていますので、
そういう意味ではある程度適正価格に戻していかなくてはいけないということです。で、その適正価格っていうのが業界の適正価格ではなく、その方が提供している内容に対して価値を考えた場合にもう少し金額上げることできるよねっていう、そこが、要は例えば今集客それでできてしまっていた場合にはどうしてもそれが全く来なくなるんじゃないかっていう不安との戦いになるので、なかなかこう上げるっていうことができない先生も非常に多いんですけれども、ここはですね、自分の価値観の方を変えていかないとおそらく金額を高めに設定するとかっていうのが難しくなるんですよ。で、自分の価値観を変えるっていうのはどういうことなのかっていうと、誤解を恐れずに言うとですね、その金額を受け取る価値が自分にはあるっていうふうに自分で設定しないといけないんですよね。ここ結構難しいんですけどね。だから例えば、そうですね、月商にしましょうか。じゃあ月商20万を受け取る自分である。このあたりは大体ね、皆さん目指す、事業として目指すから割と大丈夫ですね。月商30だったら、月商50を受け取る価値がある自分である。月商100あたりになってくると少しこうちょっと戸惑いが出てくる人も結構多くなってくるんじゃないかと思いますけどね。月商300を受け取る価値がある自分である。月商500、月商1000万とか、月商1000万受け取れる自分であると見つめられることができれば1億超えになりますよね。だからそのあたりの価値観ですね。で、特にお金そのものに私は価値を重きを置けと言っているわけではありません。いろんな媒体で私はよくお伝えしてるんですけど、お金はツールである、だから目的ではなく手段であるっていうのをよく伝えてるんですけれども、例えば選択肢が増えます。お金がたくさんあると、例えばじゃあ家族を連れて行きたいっていう先生も結構多いんですよ、儲かったら。ご主人もお子さんも連れて、例えば4人で沖縄に行きたいとか、4人でハワイに行きたいとか、そういうご希望を持っていらっしゃる方いますね。ハワイあたりだとやっぱりちょっと現地でね、楽しく遊んでとか言うと100ぐらい欲しいなとか思ったりしますよね。沖縄だと5、60欲しいよねとか、どういう宿に泊まるかっていうのもあるんですけれどもね。そうすると、そのお金を稼いでいける自分っていうことになると、当然月商20とか10よりは50の方が楽に夢が叶いやすいっていうことですよね。で、私何かもともと旅行会社でしたから、海外に行くのも大好きで、毎年行ってました、旅行会社の時に。基本給は安かったけど、チケットとかが安く取れる特権がありましたので、それを使って海外とかによく行って、ほぼ毎年行ってましたね。で、授業を始めてから当然忙しくなってなかなか行けてないんですけど、先日ようやっとまた違う立場で、タイ、バンコクですか、初めて行ったりとかしましたけれども、そういう形でもっとね、海外とかも飛びたいわけですよ。そうすると当たり前ですけど、航空券代とかは国内の交通よりは高かったりとかしますよね。そういうのも躊躇なくポンポンって出せるようにするっていうことは、やはりお金、手段であるお金がないとそもそも選択肢が持てないから、あった方がいいんですよね。で、その時にやはり稼げる自分であるっていうことにブロックがかかる方は、その50万無理無理とか、そんな高い金額つけたら全部お客さんがいなくなっちゃうとかっていう恐怖が先に立つので、思い切った施策がすることはできないんですよね。無価値なものを高く値段をつけろって言ってるんじゃなくてですね、ブロックがかかっているケースが多いっていうのと、その値段をつけたら絶対に人は来ないのかっていう話なんですよね。必要な人で必要な状態をきちんと自分が届ければ、喜んで来てくださる方もいらっしゃいます。これがコンセプトワークっていうことになっていくんですけれどもね。ですから、まずは自分がですね、自分はその金額を受け取る価値があるっていうことを思うために、じゃあどうしたらいいのかっていう、具体的な方法をお伝えするんですけど、まずですね、分かりやすい話が、自分がですね、そうですね、例えば、講座、ちょっと高額の講座って言われるところで、例えばそうですね、6ヶ月30万円ぐらいのコースを組みたいっていうふうに思ったとしますよね。そうすると、自分がですね、そもそもどこかに
6ヶ月30万円ぐらいするような講座にお金を払ったことがない人は、まず作ることができないです。だってそのお金に対する恐怖感があるのに、人からもらうお金をいきなり高いのっていうのって無理じゃないですか。だからまずは自分がそういう経験があるかないかは、抵抗感を下げるための、非常に大きなハードルを下げる方法の一個なんですね。で、例えば私は今リビング企業アカデミーっていう70万円弱の講座とか持ってますけれども、なぜその金額を作れるのかっていうのは、もちろん自分がスキルをだんだんアップしてきて盛り込んできてっていうものがあって、3年かけてその値段になってってるっていうのがあるのがまず1つ目と、もう1つは私自身が150万の講座を支払って受講したことがあるからです。だからそれがいい悪いは別としてですよ、150万の講座っていうのは、電子書籍の方の、ライセンスを取る講座だったりするんですけれども、それによって電子書籍を広める講師としての、講座を作っていくことができて、結果、たくさんの人に300人近く教えたんですけどね、それによって600万とか800万とかいう売り上げとかをね、立てることができているわけなんですよ。ですから投資した分は全然回収はできているんですけれども、その金額を出すのは、その当時の私にとってはものすごくプレッシャーがかかる金額で、毎月10万の返済をしてましたので、さらに頑張って稼いだ時には繰上げ返済で20万円とか返してた時があったんで、パン教室の月商とかベースが20万とかからスタートしていって、しばらく30とか40ぐらいになった時かな、それでそれを返していくっていうふうに決めたので、その時は結構ドキドキですよ 集客頑張んないとみたいな感じで。ただ一回そういう金額を払っているので、そういう価値があるものっていうのを作って、そしてそれをきっと望む人はいるっていう前提で組んでいくことができるので、だから受け取る価値があるという抵抗感が減るんですね。ですから例えば30万円の口座を作りたかったら、60万円ぐらいの何かに投資をするっていうことをしてみると、抵抗感は多分薄れると思います。当然その内容と自分を比べていくわけなんですけれどもね。だから例えばお料理とかパンとかっていう業界平均だいたい5000円でしょうかね。少し高めのところでおそらく6000、7000、8000、1万円っていうところもたまにあります。1万2000円とかもたまにある。ですから自分が6000円とか7000円を設定したかったら、あるかどうかは分かりませんけどね、その業界的に倍の金額のレッスンを1回受けてみるといいと思いますよ。そうすると、その価値と、何がその価値として認められているのか、どうしてその金額なのかっていうのを分析した時に、自分のレッスンってそんなにダメなんだろうかっていう、反省も含めてですね、もっと価値があるんじゃないかっていう、要は集客できないかもしれないっていう自信のなさが裏付けで、そういうことにはなっていくんですけど、これはこれでマーケティング的にきちんと価値あるものを、虚飾ではなく嘘ではなく伝えていくっていうスキルは必要にはなるんですが、価格だけの話で言うと、それを受け取る価値がある自分であるっていうのを実感するために、倍ぐらいのお金を使ってみて、どこかに行ってみるっていうのがまず一つ目です。で、もう一つは、その業界内常識を捨てた方がいいっていう話ですね。私は業種、業態、会社員の時も5業種体験してますし、実際に自分が教室を立ち上げたからでも、やっぱ5業種ぐらいやってるんですよ、集客を。それがだからパン、料理、あとは電子書籍、あとはそうですね、コンサル的なもの、あと、スピリチュアル系のカードリーディングみたいなのと、ビジネスコンサルを含めたような、ちょっと変わった講座も持ってるんですけれども、その業界で全く違うゼロからやる集客とかを私はやっているんですね。そうすると、その何て言うんですかね、業界が変わると基準値が変わるので、これがその値段なんだっていうのが、1時間1万円になるような講座っていうのは当時組めなかったんですけど、自分が、それを受講して、かつ教えていくことによって抵抗感がなくなるんですね 要はすでにそういう金額のものがあって、それを学んで教えていいっていう講座を受けるわけなので、そうすると、それを教室とかにまた入れていく時に、
だいぶこう価値観が変わるっていうか、要は業界が変わると単価も変わってくるんですよね。なのでそんなのを織り交ぜながら、もともとパンの時に、売上を作っていたので、パンだけだと無理な売上とかをもう1個2個業種を違ったものを上乗せしていくと、そこがポンって跳ね上がるようなものを作ることができていました。だからものすごくその料金を上げにくい業界だったとしても、それ自身が好きだったら全然それでいいと思うんです。よくね、お料理系は体力が辛いから、年齢が上がってくると、こう自分がメインでっていうよりはアシスタントを雇って知識を教える方に回りたいとかっていう方もいらっしゃったりとか、デモンストレーションぐらいにして、本当にこう作る、一緒に作るっていうのはなしにする教室であったりとか、いろいろ体系がねあったりとか、全国公演とか、法人との、付き合いによってやられていくような人とか、ステージが変わっていくと、稼ぎ方が変わるっていうやり方とかもいろいろあったりするんですけれども、業界が違うとですね、価値観が変わるんですよ。パン教室とかお料理教室とかどうでしょうね。材料とか引いて1人レッスン費、そうですね、例えば7000円もらってたとしても、材料費が例えば1500円とかかかったら5500円で、その5500円のレッスンのために何時間自分は時間を費やしてるかっていうことです。レッスンそのものが3時間とかだったりしても、3時間、買い出しとか、あとレシピ作成とか、そういうのももろもろ含めてやったら、実は5時間ぐらいは普通に使ってるんじゃないかと思うんですね。そうすると結局時給は1000円ということになります。で、冗談じゃない、本当に私のところにいらっしゃる方で収益が出ていないから、自分の教室の体質をどうにか変えたいっていう方と一緒に今みたいな計算をシビアにやっていくとですね、時給50円っていう人もいました。 実際に。だから全然お金たまんないんだよねっていう話をしたことがあって、がめつく稼ぐっていうことではなくですね、ある程度適正値は、持っておかないと続けることすらできないんですよね。だから何を優先するかっていうことにもよるんですが、せっかくなら好きな仕事でちゃんと稼いでお金も回して、家族と旅行に行くでもいいじゃないですか。好きな服買う、美味しいもの食べる、そういうことに使うのだって構わないじゃないですか。だから適正にお金を回していかなくちゃいけないっていうことですね。なので、抵抗感がある方は倍ぐらいの講座を受けてみるといいと思いますよ。まず1つ目で、もう1個はそういうお金を使う方と触れ合うっていう機会を自分で作るっていうことをした方がいいっていうことですね。例えば手軽にできる方法とかは、高級ホテルのラウンジでお茶を飲むとかいう感じです。私、ホテルとかもともと好き、旅館はね気軽にお茶飲むってできないんですけど、高級ホテルのラウンジとかっていうのは、そもそも例えば私は紅茶が好きなんですが、紅茶を頼んだとしても多分1500円とか1800円とかなんですよね。で、こうちゃんとしたこう綺麗なポットに入って、器も素敵な器で、お茶菓子とか、チョコレートとかも高そうな、美味しそうなチョコレートがついてっていう。で、そこでこう素敵な景色を見ながらとかですね。サービス料とかも当然さらに乗っかってきますからね、そこにね、10%とかっていうのが。それを払ってその時間をそこにいるっていう、そういうこう余裕のある、時間を過ごすっていうことに投資をするっていうのをしてみると、周りのやっぱ波動がありますよね。そういうところに集う人っていうのは、割とこうおおらかで、ね、お金がありそうだなっていうタイプの方々とかね、あと立ち居振る舞いがやはりゆったりしていて、紳士淑女がいることが多いので、当然自分もそういう服着ていかないといけないわけなんですけどね。で、仕事をしてても大丈夫そうなラウンジとかだったら、ちょっとねパソコンとか持ち込んでやることもありますけど、そういう空間なんで、無粋だっていう感覚があるようなところだと、もう本当にお茶を飲んで思考を巡らせる、アイディアを、そうですね、沸かせるための時間として使うっていうこともありますので、そういう場所に行くと、そういうお金を使うのに抵抗感がない人たちが集まっているので。例えば私、京都でですね、リッツ、ちょっと和モダンみたいなリッツ・カールトン、建築が素敵だったんで行ってみたこととかがありますけれども、
その時とかも、そんなに別にお菓子がすごく好きっていうわけじゃないんですけれども、アフタヌーンティーですね。4500円、5000円弱だったかな。頼んで、3時間ぐらいそこにいて、新しい事業の、企画とか考えたりとかっていうので行ったことがあります。で、やはりそういうところに訪れている人っていうのは、やっぱそれなりの格の人がそこら辺にいたりしますので、バーとかもね、よく行きますけどね、やっぱ1杯1800円とか、場合によっては2800円とかもありますからね、普通にカクテルが。場の雰囲気も含めてお金を払ってるっていうことになるんですけれども、たまに、だから高級な、単価のものを作ろうと思った時には、その波動を受けるというかですね、茶の空気を感じるっていうことも必要になりますね。あとは本物を見るとかっていうのも結構大事で、美術館とかも見に行ったりとかしますけど、やっぱ絵は本物とかを見ると、違いますね、迫力が。だから本物を分かるっていう目があるっていうことの方が、どれぐらい、そのまま別にお金に直結するわけじゃないんですけれども、要はそういう機会を持とうとしてるかしてないかっていうことで、自分の中の心の余裕が変わってくるんですよね。だから、そういうところに行くとですね、そういうのを別に何とも思わないで普通に払ってる人がそこにいるっていうのが理解できるようになるんです。あとは例えば、その降格の方のレッスンとかに行くとするじゃないですか。そうすると、そのレッスンを払っていても全然楽しく来てるっていう人たちが層としてそこにいるので、こういう人を集客すればいいんだっていう、目安ができるようになります。だから世の中にはですね、安いのが悪いって言ってるわけじゃないです。安いから通いやすいっていうことで通ってらっしゃる、生徒さんも当然いるわけですから、自分はだからどこを目指したいのかっていうところの適正値を見ていく上で、どう見ても釣り合いが合わないほど疲弊してしまっていて、内容が濃すぎるものを安く提供しすぎてる先生に対して、私はブロックを外してほしいっていうのを言ってるんですね。ちゃんとその価値を分かって払ってくれる人っていうのを、自分が見つけに行ってきちんと正しい発信をすれば集まってくるようになるので、そうすると、こう自分も、そういうのを受け取っていい自分なんだなっていうのは後で分かるようになるケースは多いと思うんですけどね。だから私が先に、あなたはそれだけの価値がある人なんだよっていうのを伝えてあげるんですけれども、やっぱりすんなり受け取ってもらえないケースが多いですね。なかなか信じられないっていうね。その人があまりにも低く設定している場合、私倍とかも言う時あるんですよ。例えば5000円を1万円とかっていう時あるんですけどね、料理とかじゃない違う業種業態なんですけど、でも1万円でも1万円であるっていうことを伝えきってないと当然高いって言われてしまうので、伝えきるための内容精査っていうのは当然やっていきます。でも、じゃあそれで集められなかったかって言ったら、別に集まるんですよ。だから当然2分の1の労力になりますよね。5000円が1万円になるわけですから。だから人数少なめでも売り上げはもっと上がるっていう、そういうものを作ることができるので。客観的な目で見てアドバイスを、ね、もらえるような人がいるんであれば、もちろんそれでいいんですけど、自分の中でブロックをもしも外そうと思うのであれば、まず自分がそれ以上の、だから倍近くの口座にお金を払ってみるっていうのがまず一つですね。あとはお金を持ってて余裕がありそうな人たちがいる、多いところに行くっていうところですね。これが一つ。手軽なのはホテルのラウンジとかいいと思います。あとはたまにちょっと背伸びしてもいいからですね、高級旅館とか泊まってみるといいです。そうですね、いくらを高級旅館っていうのかっていう話とかもありますけどもね、どれぐらいでしょう。専用露天風呂付き5万とか7万とか10万とか、1人1泊ですよ。価値観の問題がありますからね。いや、10万1人払ったら、ね、夫婦で行ったら20万だったら海外旅行行きたいですとかいう人もいるんで、どういう形でもいいんですけど、5万ぐらい出すと結構いい旅館泊まれます。2万5000円でも泊まれるかな、高い地域でなかったら。そうすると、例えば普段が、例えば5000円とか1万円で泊まってる人が2万5000円とこ行くっていうと、5倍のインパクトがありますよね。2万円の人が10万円払ったら5倍のインパクトがありますけれども、高いから全てがいいわけではありませんが、少なくとも
そういうサービスと、あと空間とお部屋の雰囲気とか、そういうものを味わうと、あ、そういうのを受け取っていい自分なんだっていうのを分かってもらうと、その後作るサービスが、怖くなく作っていくことができるっていうことがあるんですね。だからおそらくなんですけど、受け取れないって自分が思っていると、発信が高い金額でごめんなさいみたいな、こう行間にその言葉がにじみ出たような状態で発信していくことになるんですよね。だから料金の案内をする時もそれ出ちゃうんですよね。あ、すいません、ちょっと高くて申し訳ないんですけどみたいな気持ちで、いくらなんですっていう場合と、その金額普通ですっていう形でいくらですっていうふうに言う場合と、全然お客様の受け取る印象が違うんですね。で、その時に例えば、うわ、そんな高かったんだってびっくりする人は別にそのままスッと去っていくし、あ、その金額でも全然先生から習いたいですっていう人だけが払ってくれることになりますからね。そのあたりが、まあ、勇気がいる作業ではあるんですけど、一回飛び越えることができると、まあ、ブロック外れるかなっていうふうにね、思うんです。繰り返し言いますけれども、高いことが全てではないんです。ただ、適正価格であった方がいい、自分のレッスンの価値を気づいた方がいいっていうことですね。まあ、気づきにくいから、まあ、コンサルタントとかいて言うわけなんですけどね。私も私で、私のコンサルタントに、高橋さんの価値はこうだからっていうふうの言われてですね、そこに自分を合わせていこうとして、一生懸命思考を変えてるわけなんですけど、徐々に徐々にそこに合わせていってるような形になります。そうすると、心にも余裕も出てきますし、よりいいレッスンとか内容とかを提供できるようになる可能性が増えます。ですから、業界の常識は常識ではないっていうことです。業界ちょっとずらすとですね、同じ価値観のお金が全然変わります。はい、それを私は業界をまたぎながら仕事をしているので、とてもそれをよくわかるんです。あとは受け取ることに対して躊躇がある人とない人ですね。私はそれだけの価値があるっていうことをパーンと分かっている人は、今度こういう講座を組もうと思います、この金額でって、パンパンパンって言ってきます。で、それ以上のことをできているのに、いや、その金額はっていう渋る方もね、いらっしゃるんですよ。だからもうここはですね、まあ自分なんだろうなっていうのは非常に感じます。ですから、お金のマインドブロックを外す思考法をですね、まあ、まとめると、1個はさらに高いサービスを自分が払って受けてみるっていうことです。で、もう1つは、そういうお金持ちがたくさんいるような、お金を普通に、使っている方がいるような空間に自分を一旦身を置いてみるとかね、あと本物を見てみるとか。そういうことをしていくと、少し思考が変わっていくんじゃないかなと思いますので、バインドブロックを外す方法の一つとしてご参考にしていただければと思います。それでは。